あれ？この辺りの様子ってどうしてかな。胸騒ぎがする。ということはこの先がきっと正解ね。何か変なのが出てくるに違いないもの。これで決めるわ。無双封印。結界いけそうね。分かってきたらどう？準備完了。わあ、盟友である人間がここに。どうして黙っているのかな。予想外のが出てきたから少しね、驚いていたの。やっぱり変なのが出てきたなと。すぐそばにいるよ。言うなら聞こえないくらい離れてから言わないと。独り言だから気にしないで。悪意はないから。そっか、悪意はないのか。って純粋に変って思ってるってこと。純粋な論理の帰結としてそうなるみたいね。否定はできない。自信たっぷりで認めたな。もういい。謝ってくれないんだったら私の新作兵器の実験台にしてやる。行くわ。戻ってね。うわぁ、溺れちゃえばいいんだよ。ウーズフラッシング。とっとと終わらせようよ。こっちから攻めなきゃダメなの。準備完了。ちょっと終わらせようよ。来たか。危ない。こっちから攻めなきゃダメなの。こっちから攻めなきゃダメなの。準備完了。ここにいるの？え？あ、うん、招待されたんだけど出れなくなっちゃったんだよね。この高魔教から。何かわかる？白蓮の巫女。高魔教ね。
封鎖時空でも訂正したみたいね。空間と時間を歪ませるなんて大それたことをやるとしたら、やっぱりレミリアの仕業か。だったらサクヤも一緒ね。でさあ、出られそうかな、盟友である人間。まだ調べ中。もうちょっと先まで行ってみるわ。そうなのか。じゃあね、人間、気をつけていくんだよ。ええ、じゃあね。人間、気づいているのかな、この世界ってぐるぐる回ってるんだ。よくできたからくりの歯車みたいに、無理に止めるとからくりって壊れちゃうぞ。でも盟友なら大丈夫だよね。キュウリ食べて回復だ。おいしい。私に勝とうなんて早い早い。